藤波、初めて、今回、このね、阿寒阪神優勝して、まあ、初めてね、一番最初の目標にしてた、藤波復活のためのキーマン、森友哉、来たぜ。すまない、ロハスジュニアと、なんだっけ、板山くんと、坂枝くんのファンの方は申し訳ないけど、俺はこの3人と2億円を生贄に捧げ、森友哉を召喚するぜ。さあ、蘇れ藤波。蘇れ藤波。坂本くんごめん。ごめん。今回こういうことやりたいんだ、坂本くん。坂本くん、君には罪はない。ごめん。ごめん、こんなチームでごめん。この森友哉と梅野のね、2枚いんのが強えわけよ。